破れた時空制限カード、これがある限りポケモンはすぐに進化することができる。ミミロップ、無制限カード、特製大ジャンプ、このポケモンとついているカードを全て手札に戻せる。無意味に永遠に大ジャンプをすることができる。ポリゴン Z、 無制限カード、これがある限り何度でもエネルギーを貼ることができる。レインボーエネルギー、無制限カード、水や炎やフェアリーなど全ての色として扱うが、つけたポケモンはダメージを受ける。無限にミミロップがダメージを受け、永遠に手札へと変えていく。まさか名古屋の電動勢と千葉の電動勢がバトロコで対戦するとはね、夢にも思わなかった。種ポケモン、デスカットやるすんのやめてもらっていいですか。1,2,3,4,5,6,7 枚です。はい、はい、よろしくお願いします。ヤバそうなスタート、ヤバそうなスタート。何だろ、あ、知ってるんだけど、ドローアップだ。はい、どうぞ。やばいぞ。治療してもらいます。はい、こっちに走ってきて、こっちに走って、はい、レベルボール使います。はい、はい、不思議なとこづけ使います。 OK です。1枚なんで6枚です。はい、気をつけます。左右1枚です。はい、はい、出てくるアンバータッチ。はい、ラジオ持ってきます。まだ左右持ってきます。はい、バトルコンプレッサーの特殊さんを使います。はい、たまたまドルフィードを取らします。エスペカンカー、はい、モーマン持ってきます。はい、やめないし、はい、モーマンで進化します。はい、不思議なことづけ使います。はい、2枚なんで手前引きます。はい、特別します。それで1枚で、はい、とりあえずレインボーエネルギーとかに使いたいと思います。はい、5色使います。で、他ボールをレインボーエネルギーとかに、メタンプリズムスター、ポリゴン強進化、ポリゴン強進化。メタンプリズムスター、デルタ進化とか破れた時空でもなぜか進化できる。いけんのこれ。いけます。え、マジか。不思議なことづけ使います。2枚なんで5枚引きます。どうぞ。はい、気絶します。最後1枚。いけでいい。やばいやばい、俺のサイズ先に取れちゃう。5色使います。ミステリートレジャーでカードを出します。ムーン、まだ触ります。闇石、ムーンで進化します。まだ触ります。5色ハイパーボール、たまったまとポリゴン強い。
名古屋に出国してこれがポストが出ないんで、これコンプレッサーも結構使います。フェリートランスに動かします、はい、大ジャンプ、はい、で、イングルインゴプラスで乗って、はい、ここ乗ります、はい、で、動かして逃げます。フェリートランス、大ジャンプ、はい、200m、 200m、 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 66ぴったりでダメージです。ありがとうございました。この握手なんだ。ゼロボール勝ちです。ありがとうございます。こいつのせい。大体こいつのせい。